バトルブリーダーズ。皆さん、こんにちは。うぷ主のバキさんです。相方のフェイサさんです。そういえば今回のイベントランキングは5位でした。はぁ、マジで。代償して100と50の下取りはなくなったけどね。マジかよ。さて今回は新イベントの、暗躍するゲンム魔人、猛攻の大魔王獣をやってくよ。これは前回の続きみたいなもの。まあ、多分ね。あと今回もランキングがあるけど、周回系じゃないからなるべく上位を目指すよ。あと 1.5 周年イベントとかレジェンド怪獣のジャグラー来たり、即決マーケットとかどうすんの？ジャグラーについては検討中で、即決に関しては要は決めてるんだけどもう一体は未定な感じかな。なるほどね。それじゃあジャグラーイベ第2弾を始めていくよ。それじゃあ始めていくよ。まずは名前から。パーティーはイクメンに加え、早速即決したフレンドさんのジャグラーを使っていくよ。そんじゃレッツゴー。そんじゃ始めていくよ。あれ？じゃ、メリアルで攻撃するよ。こっちもダメじゃん。なるほど、必殺技を打たない限り攻撃は通らないのか。じゃ、全員で攻撃するよ。今回はジャグラーは倒れにくいからどんどん攻撃していくよ。ジャグラーの2回攻撃発動。ノーマルクリア。なるほど、これで13,430点か。そんじゃ始めるよ。せは、ハード始めるよ。よし、第1関門クリア。次のカードを倒すよ。次にジャグラーを狙うよ。今度は全回復するんだね。またダメージをつけていくよ。本日ラスト、レッツゴー。エキスパやってくよ。何この間。マジか。お前ら来んのかよ。ここもさっき通りやってくよ。やべえ、最近すった。しかも溜まってないし。何やったんだよ。しゃあない、アンドンとデッドン倒すか。どんどん、絶対絶破。とりあえず待機させるか。ジャグラー。そっか、ジャグラー SP 吸収するんだった。よし、身代わり発動。よっしゃ、これで攻撃が通る。やっと無駄落ちできただよ。やっと絶対ゾンになるか。そっか、必殺は届かなかったんだった。
今回はここまで。今回の動画を見てくれてありがとう。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくね。またTwitterもやってるからフォローよ。次回の動画もよろしく。それじゃあ、バイバイ。